フリーストーン軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は19,816人であり、2000年の17,867人から10.9%増加した。軍庁所在地は、フェアフィールド市であるが、同軍で、人口最大の町は、ティーグ市。 人口3560人である。軍名は栽培される桃の品種の名前にちなんで名付けられた。フリーストーン軍となった地域では、紀元前200年頃に、角賊ミシシッピ文化の中で農耕を行っていた、キチャイバンドの形跡が確認されている。1541年、エルナンド・デ・ソートの遠征は暴力を伴うインディアンとの遭遇になった。 スペイン人とフランス人の伝道師たちが、カド族には、免疫がなかった。天然痘、マシン、マラリア、インフルエンザなどの薬病を持ち込むことになった。最終的にカド族は、居留地に強制移住させられた。ウィチタ族のタワコニ氏族は、州北部の出だったが、南の東テキサスに移住してきた。1843年からは、 テキサス共和国やアメリカ合衆国と結んだ条約の相手がタワコに氏族だった。タワコにはテワカナとも呼ばれた。1826年にデイビッド・ジー・バーネットがコアウイライテハス州の議会から300家族分の土地特許を受けた。入植できる家族の数を契約することでメキシコ政府は支配権を保とうとしていた。地域への入植者に対するインディアンの脅威が 続いていたが、それも、バードトリでの条約が結ばれるまでだった。この条約から3年のうちに、州南部からの入植が進んだので、フリーストーン軍となった地域を取り囲む軍はすでに、組織化されていた。1850年、州議会が、ライムストーン軍から分離して、フリーストーン軍を設立した。翌1851年には組織化が行われた。フェアフィールドの町が、 軍庁所在地に指定された1860年の軍人口6881人のうち半分以上の3613人は奴隷だった南北戦争の開始前にフリーストーン軍はは住民投票を行い585票対3秒で合衆国からの脱退を承認した奴隷の労働力が失われたことは軍経済にだったが レコンストラクションの時代には農園の数が2倍になっていた。1870年、ヒューストンテキサスセントラル鉄道とインターナショナルグレートノーザン鉄道が軍の西と南の近くを通り、軍の経済に活気をもたらした。1906年にはトリニティブラゾスバレー鉄道が軍内を通る路線を敷き、経済を成長させた。1920年、 アメリカ合衆国憲法修正第18条が、効力を発揮し、公の場で消費するアルコール飲料の販売、製造、輸送を禁じた。この禁止法は1933年のアメリカ合衆国憲法修正第21条で撤廃されたが、それまでの軍内では、全国的な流れに従って密造酒で利益を求める者も,もいた。地元経済が加工している時期に、 家計の足しになった。1969年、テキサス公共事業会社が、フェアフィールド近くに、新しい発電所を建設し、地元に多くの職を生んだ。この発電所の冷却装置のために、ダムが作られ、フェアフィールド湖が生まれた。フェアフィールド湖州立公園は1972年に、公開された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は892平方マイルに310.3平方キロメートルであり、このうち陸地877平方マイル、水域は15平方マイルで、水域率は1.65%である。フリーストーン軍協会標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フリーストーン軍はダラスフォートワースメディア市場に属している。 視聴できるテレビ局は9局ある。また州中央部のウェイコテンプルキリンメディア市場からの放送を受信できる。フェアフィールドからはフリーストーンカウンティータイムズという新聞が発行されている。ありがとうございます。